ル登録してくれると嬉しいな。皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんです。1週間ぐらい前なんですけど、質問募集しますという動画出したんです。普段疑問に思ってることあればコメント欄に書いてねっていう動画なんですけど、いろいろな質問の中に男装してくださいというワードがあって、それを質問のお返事コーナーで出すんではなくて、この一本の動画にしたいなと思ったんです。だから私は5年前に女子の姿になって、もう今こうやって生活してるんですけど、久しぶりに男の子に戻りますという動画です。ちょっとね、サムネとタイトルでは深刻そうな感じでね、なってるんですけど、今日だけです。ちょっと楽しみなんで、私もどうなるか。早速着替えましょう。いろいろね、カツラとかも買ったんですよ、この動画のために。出発進行。よいしょ。本当に5年ぶり、当時の服装をちょっと再現してみました。黒いズボンに白 T 着て、よくこういうミリタリーコート着てました。ハンディー男子っぽい雰囲気に寄せたいなって当時思ってたん でフードかぶってるのもちょっとね、これカツラがあんまりいいやつじゃないんで、すごい不自然なんですよ。ほら、どうですかね。そう、こんな感じなんですよ。この角度すごい男っぽく見えないですか。ではでは、またさっきの姿に戻ります。いかがだったでしょうか。ちょっとね、まだなりきれてない部分があって、これが果たして嬉しいことなのかな、それともダメなのかなわかんないけど、そんな感じでたまにはこういう動画をやるのもいいかなと思いました。ということで、楽しんでいただけたでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。前髪ね、ちょっと変なの。